今回はですね、ハスの植え替え株分け方法を紹介していきたいと思います。まあ、毎年ね、アップしてるんですけど、まあ、おさらいということと、今年からね、初めてハスを育てる方のね、参考になればなと思って、今回紹介していきたいと思います。まあね、ハスをね、1年育てると、まあこんな感じで、まあ今の時期、枯れてね、もう枝と、葉っぱの枯れ葉とかしかね、ないと思います。こんな状態だと思います。で、ハスはですね、毎年植え替えしなきゃいけないのって、思うかもしれないですけど、必ずね、毎年植え替えをしてあげた方が、花上がりも良くて、株もね、立派になりますし、レンコンがね、いっぱい収穫できて、株分けとかもできます。まあ、植え替えしなくても多少はね花咲いたりしますが、明らかに開花数は落ちますので、必ずですね年に1回必ず植え替え株分けしてあげてください。まあ、今回はですねそんな感じで、初心者さんにも分かりやすいようにできるだけ詳しく丁寧にハスのですね植え替え株分け方法を紹介していきたいと思います。今映ってますこの10リットルですね、100均の10リットルバケツの繭ですね、今回ねこちらを植え替えていきたいと思います。その植え替え時にね、注意しなきゃいけない点や、どういう土を使うか、どうやって株分けするかなんかもね、詳しく丁寧に解説していきますので、ぜひね、動画最後まで見ていただければ、ハスの株分け方法分かると思いますので、ぜひね、最後まで見ていってください。こんな感じでね、枯れた葉っぱとかをまず除去して、あとはね、もうバケツをひっくり返すだけです。もう完全にね、上の部分は枯れてますので、こんな感じでね、もうひっくり返しちゃって大丈夫です。大切なのはこの底の方にできてるレンコンが大切なので、上の茎とかね葉っぱはもう完全に枯れてしまってるので、もう勢いよくじゃないですけど、こんな感じでね適当にひっくり返してもらえば大丈夫です。で、底の方のこのレンコンですね、これを大事にしてください。これはね100均の10リットルバケツでも育てられる繭なので、結構ね小型の品種ですね。で、こんな感じで上部分はもう土とね枯れた葉っぱになってます。これひっくり返してるので上部分がこんな感じで土と枯れた葉っぱで、この底の方にレンコンができてます。で、底の方をだいたい横に這うようにしてレンコンができていますので、底の方をね大事にしてあげてください。多分ね前の動画とかでも言ってますけど、レンコンは乾燥に弱いので必ず冬場も水を切らさないでください。で、こんな感じでねレンコンが出たら、あとはこの水圧を使ってですね、ゆっくりほぐしながら株分けしていきます。この時に焦らないで水圧でねゆっくり、ほぐしながらゆっくりゆっくりほどいていってください。じゃないとね途中で折れちゃったりしますので、まあ折れてもね大丈夫には大丈夫なんですけど、できるだけ折りたくないので、あんな感じで水圧でやります。で、ここから株分けしていくんですけど、大体2節3節ぐらい残ってれば、大丈夫です。1節だと、枯れちゃうリスクがあるので、大体3節やまあ2節3節あればね大丈夫です。なのでここ分かれ目になってるの分かりますかね、こっち行ってるのとそっち行ってるのですねの分かれ目ですね、分かれ目のちょっと先の部分でカットしてあげます。そうするとですね、大きいのと、今引っ張ってるのはこれちっちゃい方ですね、ちっちゃい方までちょっとつかかってて抜けないんですけど、このちっちゃい方を2つ取ってあげます。そうするとこんな感じで、まあ、付け根の部分は、根元っていうか分かれてる部分の1個下の節で切ってあげてください。そうするとまあこれ今ねくっついてるんですけど、これですね、このままだと栄養がね2つに分散してしまったり、見てわかると思うんですけど、植え付けたら元は1株なんですけど、こんな感じで増えるので、必ず1バケツ1容器に1個にしてください。なのでこっちのですね、この枝分かれしてる部分、こっちとこっちですね、ここを、株分けしてあげます。で、株分けするときに、まあ、ちっちゃい方がねちょっと弱いので、できるだけちっちゃい方のダメージを少なくするために、こっちのねでっかい方はもう余裕で3節あるので、でっかい方の節の方を切ってあげるイメージですね。でっかい方の節の方を切ってあげて、ちっちゃい方が 1,2,3 節残るようにしてあげます。まあ2節でもね大丈夫なんですけど、まあ、一応ね安全を見て一応こっちのちっちゃい方に3節ね残してあげるようにします。わかりますかね、なんとなく。多分ねこの後またね詳しくちょっとねまた解説すると思うんですけど、まあ、株分けはねこんな感じでやります。で、ちっちゃい方があんな感じで3節残って、こっちの立派な方もまあ3節ぐらいあるかな。3節ぐらいありそうですね。まあこういう枯れた葉っぱとか根っこはね、もう、いらないです。切っちゃって大丈夫です。で、ここら辺も余分なとかね、切っちゃって大丈夫です。で、こんな感じでね、今のが多分ね、一番でっかい、立派な株かな。まあそれ以外にもこんな感じでね、ちっちゃい株とかも出てきます。これとかもね、ちっちゃいですけどね、これはちょっとどうかなって感じです。育つかどうか怪しいとこですね。で、こちらも出てきたので、この根っことかね、去年の枯れた葉っぱなんかはハサミとかでね切って除去してあげます。で、水で洗ってあげると多分ね姿が出てきます。こんな感じですね。これはまあまあまあ、このぐらいだったらね全然育ちますね。これちっちゃめサイズですね、レンコンができてますね。2つぐらいありますね。
で、あとはこんな感じでほぐしてっても多分ね、ありましたね。これもね、ちっちゃいですね。これぐらいでもね、でも全然育ちますよ。小型品種なんでね、結構ちっちゃいですね。やっぱね、バケツで育ってたんで、バケツだとね、ちっちゃいですね。大きい余計育てるとやっぱね、花もレンコンも立派です。これもね、かなりちっちゃめです。この辺はね、多分ね、販売しないで、うちで育てて、来年立派にして販売するか、もしかしたら小さめサイズで販売するかもしれないですね。で、あとはもうこれはね、根っことかは、この辺はね、もう、まだ出てきましたね。あとはあの辺のね、根っこは捨てちゃって大丈夫です。もうレンコン出てきたりしないので、この辺の茎とか、古い根っことかはね、もう完全に捨てちゃって大丈夫です。芽は出てきません。そうしましたらですね、掘り出したレンコンをちょっとね、整理しつつ見ていきたいと思います。これとかはね、結構細いですね。でもこれでもね、全然成長してきてくれると思います。で、これ根っことかはね、もういらないんで全然切っちゃって、いいですね。ごめんなさい、映ってなかったですね。根っことか切っちゃって大丈夫です。まあ別にそのままでもね、問題ないですけどね。まあこんな感じの細いやつ、 あと必ずね、レンコンは乾燥に弱いので、こんな感じで水につけといてくださいね。で、長期間保管する場合は、まあまたこれ多分別の動画紹介すると思いますけど、こうレンコン完全に沈むように、なんかね、重しみたいなのを乗っけて、こんな感じでね、水に沈めて管理しておいてあげてください。乾燥に弱いので、必ずですね、水につけておいてあげてください。これとかね、結構立派ですね。この辺はね、多分ヤフオクで販売するかな。まあ、こういう根っこはね、いらないですね。まあ、切ってもね、切らなくてもいいですけど、あとこういうね、去年の枯れた葉っぱですね、去年出た葉っぱの残骸ですね、こういうのもいらないので切っちゃって大丈夫です。んーで、あとはどんな感じだ、まあ、こんな感じで、こっちも多分ね、ここからまたつながってたと思うんですけど、もうこういうのも別に芽とか出てこないんで、こういうのも全然カットしちゃって問題ないです。で、これとかね、こっちと、わかりますかね、こっちとここに2つあるんですよね。こういう場合は、これあんまちっちゃかったり、節がね、2つぐらい取れない場合はカットしちゃダメなんですけど、これとかだったら一発ここでね、切っちゃいます。で、こっちのレンコンとこっちのレンコンですね、2つ分けてあげる感じですね。まあ、レンコンね、かなりでっかくなるので、基本一容器に1つの方がね、自分的にはね、かなりでっかくなるのでいいと思います。なので、こう2つあるとですね、養分が分かれちゃいますし、容器がね、パンパンになってしまうので、必ず分けれるとこは分けてあげてください。ただ、まあ、これみたいにこっちにもあるんですけど、例えばこれとか多分ね、ここで切っちゃうと一節二節なのかな、あんまちっちゃいのだと一節二節になっちゃう、ちっちゃくて一節二節になっちゃうようだったら、もうこういうのは切らずにそのまんまの方がいいです。まあ、切ってもね、いけるかもしれないですね、これぐらいだったら。まあ二節あれば大丈夫だと思うんですけど、ちょっとね、リスクが伴うので、ちっちゃいやつはですね、大きいやつだったら全然、例えばこれとかだったらここで切っちゃっても全然育つんですけど、二節あるんでね、ここで切っちゃうとちょっとうーんって感じなんですよね。ここで切っちゃっても、ね、全然大丈夫なんですけどね。まあ、この辺のね、整理をしてあげてください。で、さっき切ったこのちっちゃいのはですね、ここで一節、二節ぐらいあって、で、ここで切っちゃうとあんまり良くないので、ここは残しつつですね、ただこっちはもう別に何もないので、いらないのでカット。で、これは去年の枯れた葉っぱなのでカット。で、まあこんな感じですかね。まあ、根っこが邪魔ですけど、で、これも去年の枯れた葉っぱなんで、まあ、こんな感じで、まあ、ちっちゃい、ね、苗ができましたけど、これでも、ね、全然育ちます。まあ、前はね、小型品種なので結構ね、変更も小さいですね。で、まあ、これとかはまあそのまんま、これもちっちゃいナス立つかな。まあ、この辺のね、ちょっと怪しいやつもね、試しに植えていきます。この辺はね、販売せずに自分のところで育てていきます。これとかね、かなり立派ですね。これとか眉の普通サイズか大きめサイズで販売すると思います。まあ、これもさっき言ったように大きめのがここで一節、二節、三節目のとこで、ここでこっちが出てます。ただね、ここのやつはもうこれ一節しかないので、これ切ったところでこいつが育つかどうか怪しいので、もうこれはね、ここにつけておきます。まあ、つけておいても、まあ、さっき栄養は分散するとか鉢がいっぱいになるって言いましたけど、まあ、全然育つし、まあ、花もねそれなりに咲きますんで、全然まあ大丈夫には大丈夫です。可能だったらまあ株分けしたり取っちゃった方がいいかもしれないですけど、自分は別に大丈夫だと思うので、これだったらこいつですね、こいつだけを分けてあげるって感じですね。ただこれをここで取っちゃうと、こっちは節が 1,2,3 4つ残るんですけど、こっちがね2節、1節2節目で切る
2節目の途中で切られる状態になってしまうので、こっちの生存率がちょっとね悪くなってしまう可能性があります。なのでここのこいつのダメージを抑えるために、こっちは立派なので2節と、まあ、1節切り口が残れば全然問題ないので、こういう場合はですね、こっちの大きい方ですね、こっちの大きい方のここら辺でカットしてあげます。でそうするとこっちは一節二節が無傷で残って、このね先ほど切り離したとこですね、ここだけにダメージが残るので、こっちの、ね、生存率がね上がりますね。でこっちも、ね、立派なんです、立派なので今一節二節残ってますし、まあ、三節目の切られてるとこなんで、まあ、全然育ちます。これはねかなり立派で、これが多分ねこの中で一番いい株で、こういうね一番でっかいいい株、太いやつですね、これを植え付けて、育てていきます。まあ、あとのは株分けしたので、まあ、ちっちゃい苗として育てていくって感じですね。これがね多分一番いいやつですね。これはこの後これに植え付けるか、ヤフオクで販売するかちょっとね考えます。まあ、こんな感じでね100均バケツで育てた小型品種の繭ですね。もうねこんな感じで、まあ、一番大きいのは 1,2,3,4,5,6,7,8,9 株ぐらいですね。まあ、ちっちゃい育つかどうか分かんないのも合わせて9株ぐらいね株分けできました。まあ、確実に育つのは多分この辺のラインぐらいまでかな。まあ、この辺のラインもいけるな。この辺ぐらいの、これより上のラインは多分ねほぼほぼ大丈夫だと思います。そうですね、まあ、販売も多分この辺のラインぐらいまでですかね、していくと思います。で多分これは皆さん一番でっかいのはねヤフオクで皆さんの販売にも回すかな。でこれをね多分バケツに植え付けていこうと思います。ただもう一鉢ね繭鉢があるので、ちょっとねそっち株分けして考えます。ちなみにこっちがね45リットルのたらいですね。先ほどが10リットルバケツ、こっちがね45リットルのたらいで育てたのです。これもねちょっと解体して、見ていきます。まあここはね解体の様子はさっきやったんでカットして、どんぐらいのレンコン取れたかだけね見ていきたいと思います。見てくださいよこれ、10リットルバケツとの違い。45リットルバケツで育てるとこんなに違いますよ。見てくださいこのでかさ、めちゃくちゃでけえな。めちゃくちゃでかいのが、さっきの10リットルバケツで多分一番でかかったのはこれぐらいですね。これより大きいのが2つぐらい、3つ4つ5つぐらいできてますね。なんかね大きい容器で育てた分だけでかくなりますし、いっぱい取れますね。じゃあねこれまた解体していきます。さあ45リットルの方が出ましたが、見てくださいこのでかさ。これです、まあ、手と比べてもらうと分かると思うんですけど、めちゃくちゃ立派ですよねこの一番でかいやつ。これはなでかいっすね。これを、まあ、45リットルの方に今回ね植え付けていく様子で植え替え方法に紹介していきたいと思います。まあこんな感じで、まあ、でかいのが、まあ、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16本ですね。まあ、全部で16本取れました。でまあそうですね、多分ねこの辺ぐらいまでは確実に育ちますね。こっちはねちょっと怪しいので、これはねバケツに入れて当園でねちょっと試しに育ててみようと思います。まあ、ここからね上はね、いけますね。で多分この一番でかいのを植え付けて、あとは全部販売にここら辺のはね回したいと思います。まあ大中小ぐらいな、ね、感じで、眉販売していきたいと思いますので、気になる方はねぜひヤフオクカズのメダカスレミオトープで検索してみてください。眉のね、花めっちゃ綺麗です。多分今ちょっと乗っけるかな、乗っけると思いますので、眉の花ぜひ見てください。こんな感じの白の八重咲きの球状にね開くとても豪華な花になります。ではねここからね植え付けていきましょう。でここからね植え替えをしていくんですけど、まあ必要なものがですね、園芸用の培養土、これはね特に自分こだわりないです。よくあのプランターとかにね普通に、お花植えるときに使う培養土ですね。これ多分コメリで買ったやつですね。花と野菜の培養土っていう、普通にもうこれだけでお花植えれるよっていう培養土と、あとは芝の芽土ですね。で芝の芽土が、これもねコメリで買ったやつなんですけど、ちょっとね裏面見ていただくと分かると思うんですけど、これ入ってるのがですね主な配合名赤玉土なんで、これ赤玉土のさらに、ね、細かいやつなんですよ。芝の芽土っていろんな種類売ってるんですけど、なんか芝の芽土に川砂とか肥料入りとかね、いろいろなんか混ざったのがあるんですけど、完全に赤玉土の小粒より細かい、こんな感じの赤玉土の小粒よりさらに細かいような
高玉土オンリーの芝の芽土を選んでください。これ重要ですね。なんでコメリの芝の芽土かカインズの芝の芽土がね、赤玉土オンリーなんですけど、なんか場所によってコメリの川の砂が混じってたりなんかいろいろ混じってるのがあるみたいなんで、そこだけね気をつけてください。まあない場合は赤玉の小粒とか、まあ、ベストは田んぼの土とかハスとか、水生植物用の土とかでもいいんですけど、自分とか大量に植えるんで、このね芝目土が圧倒的にコスパがいいんで、これで多分340いくらとかそんぐらいで売ってるので、荒木田土とかその水生植物の土とかこの半分ぐらいで700-800円ぐらい確かねすると思ったんで、そんなのね我が家では使ってないので、まあベストは田んぼの土とか荒木田土とかね水生植物の土がある方はまあそっちがいいんですけど、まあ、コスパを考えるとまあこの芝の芽土とか赤玉土でもね全然育ちます。であとは、これですね、元肥ですね。これはマガンプ系なんですけど、ハスの植え付けるときはぶっちゃけ肥料なくても、問題ないです。ハスはですね、最初レンコンの栄養で育つので立場が出てきたときに初めて肥料を、入れる形でも全然いいんですけど、この、ね、マガンプ系は効果期間が長くて、まあ、通常だと多分2年持つんですよ。これ大粒ですね、マガンプ系の大粒ですね。大粒にしてくださいね、必ず。もし元肥を入れるだったら必ずマガンプ系にしてください。マガンプ系の大粒ですね。なぜマガンプ系の大粒がいいかっていうとですね、マガンプ系ってそもそもね有効期間が長くて、大粒だと2年持つんですよ。ただまあ水中だと溶ける期間が早くて多分ね1年ぐらいなんですけど、すぐにね効いてこずに、これ根っこがこのマガンプ系に当たると、その根っこの酸で初めて肥料がね溶け出すみたいなことをね確か書いてあったと思うので、なので初めに入れてもですね、レンコンが育たないうちは効いてこなくて、レンコンが育ってきて根っこが伸びてきて当たったタイミングでこのね肥料が効いてきます。普通の IB 化成肥料だともうすぐに1ヶ月とか2ヶ月ぐらいで水に溶け出して効いてくるので、レンコンがねまだ動き出してない時に IB 化成肥料とかだと効いてきちゃうと、ちょっとね効く時期が早すぎるんですね。そうするとまだレンコン成長しないのに肥料が効いてもまあ意味ないですし、無駄になってしまいますし、もしかしたら、ね、肥料当たりとかで枯れてしまうパターンがあります。なので元肥を入れるだったら必ずこのマガンプ系の大粒にしてください。これを我が家では使っていきますということでですね、ここから植え付けていきます。なのでマガンプ系が用意できない人は、入れなくていいです。マガンプ系は、まあ、多分ねお花屋さんでね、お花屋さんとかホームセンターでねいくらでも売ってると思いますので、ぜひね、もし入れる方はね、入れてみてください。あとそのマガンプ系はちょっとなかなか先に進まなくて申し訳ないですけど、リンがね多いので、花咲かせるにはこのマガンプ系がねかなりおすすめです。花を咲かせるにはこのリンがねかなり必要となってくるので、このねマガンプ系はリンが確か40でねかなり強い比率で入ってます。なので花咲かせたい方にもかなりおすすめですので、まあ入れた方がね多分花上がりとかはね良くなると思います。ということでね、植え付けやっていきたいと思います。なんで先ほど取り出した繭ですね、繭をこの45リットルのタラにね植え付けていきたいと思います。まあ、普通に、ね、バケツとかでもまあ同じなんで、まあ、バケツが、ね、大きくなって、まあ、バケツ育ててる方は、ね、バケツが大きくなったと思って、見ていただければ、ね、大丈夫です。まあ、あくまでも、ね、我が家流の植え方なので人それぞれ、ね、いろいろあると思いますが、我が家流の植え方を紹介していきます。まず一番底にですね、先ほど紹介した園芸用の培養土薄く敷きます。めちゃめちゃ薄くでいいです。薄く敷いた後にマガンプ系の大粒を巻きます。まあ、これね45リットルでだいたい自分適当なんですけど、こんな感じで、で培養土でまたこれ蓋をします。でなんでこれ培養土で蓋をするかというとですね、この後入れるこれ赤玉土のまあ小粒、まあ要するに芝の芽土ですね。芝の芽土ってリンをね結構吸収しちゃうんですよ。ただその培養土で挟むことによって、培養土がそのリンをね吸着保護してくれるみたいな、確かにカーメン君のガーデンチャンネルでね見た気がするので、培養土でコーティングしてあげてからこの芝の芽土をね入れてあげます。でここにレンコンを入れてきます。まあ、こんな感じですね。でこっちのね本当はね株分けしちゃって取っちゃいたいんですけど、まあ一節しか残んなくなっちゃうしまいかっていうことでこんな感じで入れます。でレンコンはこの何て言いますかね、この壁沿いを這うように成長していくので、こんな感じで隅っここんな感じでぐるぐるとぐるを巻いて成長していくので、このバケツとかね丸い容器の壁面を這わせるように置いて植え付けてあげます。我が家はねいっぱいあるので、これ今使ってる芝の芽土は去年使ったね再利用の芝の芽土ですね。まあその辺のね古土の再利用方法もまたね別動画で詳しく解説していきたいと思います。この古土にはですね駆動石灰をねちょっと混ぜて2週間ぐらい置いたやつですね、
を使ってます。このフル土がない方はね、普通に芝の芽土で問題ないです。まあ、フル土の利用方法、そうですね、まあ先ほども言いましたけど、また多分過去にもね動画出してると思いますし、今後また多分ねアップすると思います。でこんな感じでレンコンを埋めちゃいます。まあ、この段階で大体イメージ的にこのバケツとかたらいの4割ぐらいですね、4割ぐらいに土が入って、レンコンがね完全に埋まるぐらいなイメージですね。でレンコンはあんま底の方に入れるってよりはこう上すれすれで、茎とか葉っぱみたいなのが、あるようだったら、その茎とか葉っぱみたいなやつが、この土からね出るぐらいの深さにね植え付けてあげてください。この右に黒いちっちゃな出てるの分かりますかね、それが葉っぱになる元のやつですね。あれが土からね出るぐらいな感じで、また後で見せますけど、出るぐらいで植え付けてあげます。でこの段階で、土がねこのたらいの4割ぐらいですね、これですね、この芽が土から出るぐらいですねに植え付けてあげます。で春先は気温が低いのと水温がね上がらないので、水をですね満水に入れると水温がね上がりにくくなったりしますので、ある程度葉っぱが展開してくるまではこんな感じで、このね、先ほどの葉っぱ、茎の出かけのこの芽ですね、この芽がギリギリ埋まる、水にね沈むくらいの、できるだけ浅めの水深で管理してあげてください。で先ほど取れたね、皆さんにちょっと販売できないような、ちょっとねあまりにも小さい株もですね植え付けていこうと思います。まあこんな感じで、あとはまあ先ほど見たようにね水張って、まあこれからの時期はですね、まあまだまだね寒い日が続きますし、レンコンがねしっかり芽が出てくるまでは浅い水深でね、沈めといてあげてください。まあこれはねちっちゃいのは成長するか生きていけるかね分かんないので、とりあえず、いっぱい入れちゃっておきます。本当はだいたい一容器に一つにしておいてください。これはねちょっとある意味実験ですね。まあそんな感じですかね、株分け植え替え方法は。あとはできるだけね日当たりのいい場所に置いとくっていうのが、これがね本当一番重要なので、先ほど植え付けた、バケツとかね、たらい容器をですねできるだけ日当たりのいいとこに置いてあげて、まあまたね追肥のタイミングは別動画でアップしますが、まあこんな感じですね、水深浅いですよね、浅めに管理してあげてください。こんな感じで満水にせずに浅めに管理して、このね、成長点じゃないですね、この葉っぱ茎みたいなのが出てるとこがギリギリね水に浸るぐらいの、水深で管理してあげてください。あとはもうほっとけば大丈夫です。で、まあ、追肥のタイミングはね、また後日動画出すと思うんですけど、立場が出てきてからなので、多分ね、5月とかぐらいかな、早くて。5月か、まあ、早くて4月下旬か5月ぐらいだと思いますので、それまではね、もう本当放置で大丈夫です。まあ、肥料をね、やるタイミングはね、また別動画で、アップしたいと思います。で、例えばこれね、他の株がね、先ほどね、植え付けた株が枯れちゃうとね心配な方は、こういうね予備で保険に一応株分けした苗をね一緒にこんな感じでちょっと沈めといてあげると、もしね出てこなかった場合、この予備のをまあなんて言いますかね、メインの株にできたりしますので、失敗な方はねこうやって予備のをちょっとね埋めとくといいかもしれません。ただね、先ほども言ったように、だいたい一容器1個1株なので、まあ成長がね確認できたら、取り除いたり、まあ別容器でね、あのちっちゃいやつは育ててあげてください。まあこんな感じでね、植え付けて、まあ株分けして植え替えてあげて、植え付けて日当たりのいいとこ置いといてあげればですね、シーズン中になるとこんな感じでねめちゃくちゃ綺麗なねハスがね花咲かせてくれますので、ぜひね皆さんもハスの植え替え株分けやってみてください。またね自分とこでハス購入してくれた方はですね、先ほどね植え付け方法で植え付けてあげればね大丈夫だと思います。まあ別動画でねまた買ったハスのね植え付け方法みたいなのを詳しくね解説した動画もね1本作ろうと思いますので、購入した方はねまたそちら見ていただくのもいいと思います。本日も動画最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。本当ね皆さんいつもコメントやグッドボタンありがとうございます。またね早速ヤフオクで出品したハス購入してくださった方もありがとうございます。本当ね出品してすぐねたくさんの方から購入していただいて本当ね嬉しいです。今もね絶賛今映ってるハスなんかをね販売してますので、ぜひねヤフオク数のメダカスレンビオトープ検索してこちらのハスのねレンコン購入して植え付けてみてください。わからない点等ねあればねお気軽にコメント欄でねコメントいただければコメント、自分で、ね、分かる範囲で返事しますので、ぜひねお気軽にコメントしてください。インスタとかねツイッターの DM だとねちょっとねたくさん来るので返しきれないので、必ずですね質問の場合は、YouTube でもインスタでもツイッターでもいいのでコメント欄でコメントしてください。またね、店舗販売ではね大阪にあります箱庭物語さんで睡蓮等もね販売してますので、お近くの方はね、ぜひ足運んでみてください。
箱庭物語さんのね住所等は概要欄にね貼ってありますので、ぜひねそちらから行ってみてください。またね、4月ぐらいに、イベントを計画してまして、4月ぐらいにね自分箱庭物語さんにお邪魔して、スレの、ね、植え替え講座みたいなのねやろうと思ってますので、そちらもね楽しみにしててください。またね動画とかツイッターインスタでねアナウンスします。またね、あとは観葉植物チャンネルをねサブチャンネルでやってますので、観葉植物好きな方はねぜひそちらもチャンネル登録の方をよろしくお願いします。斑入りのねめちゃめちゃ綺麗なモンステラをなんかをね育てたりしてますので、気になる方はねぜひそちらもよろしくお願いします。観葉植物男子で出てくると思いますので、ぜひよろしくお願いします。ではまた。